海と日本プロジェクト。やはり海っていうのは広いもんだな、海の幸といいますか、その豊かさを実感したというのが本当に初めての子どもと親しんだことが思い出として残っていますですね。河北町は江戸時代から米と紅花で栄えてきました。その取り持ったのが母なる川最上川の周運なんですね。日本海から北梅船に積み替えて、そして敦賀の方に行って大阪京都の方に運ばれた。その帰り荷として京都文化からひな人形だとか日常の文化製品が入ってきてるわけですね。そういったものが河北町に色濃く今もって伝わっている。こういったことがですね、海といえば川とのつながり、そういったことを抜きにしては話はできないのではないかなと、こういうふうに思いますですね。やはり海をきれいにする、豊かな海を保っていく、海そのものもそうですが、それに注ぐ視線となる最上川に注ぐさらなる視線があるわけです。我々としてできるのは視線としての維持、そういった保全活動を絶え間なくやらなくちゃならない。こういったことが海に通じる大きな我々としての役目であろうと、こういうふうに思いますですね。将来にわたってこれは大切に保存すべき海というのは我々の本当の心の財産だと、こういうふうに思うんですね。やはり海の文化、そういったものによってもたらされたのが河北町の伝統文化、これを築いてくれたものだと、こういうふうに思っていますので、海は大切にしなくちゃならない、これを合言葉にしたいと思います。海と日本。